石井光子君日本維新の会の石井光子です新型コロナでお亡くなりになられた方にお悔やみをそして感染された方にお見舞いを申し上げますパネルを出してくださいこれは日本維新の会が3月25日に政府に提出しました新型コロナウイルス対策に関する提言第3弾です 経済対策につきましてはこの後質問させていただきますので私は下の方の感染症対策強化につきまして特に医療分野についてお伺いします次のパネルをお願いいたします新型コロナウイルスこれ長期戦になると言われている中医療現場では従事者の方々がまあ、現在ギリギリで踏ん張っております オーバーシュートによる医療崩壊をいかに避けるかということに対して、日本維新の会は政策提言第3弾で、5、人工呼吸器の整備とマンパワーの確保、6、ワクチンや治療薬の開発支援、特に治療薬に対する財政支援と、早期開発を阻む手続き規制の緩和について訴えています。私は今一刻も早く国が 新型コロナウイルスの治療薬を多くの国民の皆様のお手元に届けなければいけないと思っておりますまず先ほどから出ておりますアビガンですけれども総理は3月28日の会見で新型コロナウイルス感染症の治療薬として正式に承認するにあたって必要となる治験プロセスも 開始すると知見についいてて触れられらまししたそこで次のパネルを出してください一般の国民の方はもちろん、もしかしたら国会議員の皆様も、保険の下で新薬を、あるいは既存の薬であってもですね、新しい適用、適用というのは、使える病気のことです、この度は新型コロナウイルスということになるんですが。 新しい病気で広く,広く薬を投与するには、治験と呼ばれる臨床試験を行わなければならない、そして時間がかかるということをご存じない方が多いかもしれません。医師が使って効いた患者がいたからすぐ使えるというわけではないんです。あのここに書いてありますのが、薬の承認を出すまでのさまざまな試験というものを図にしたものですけれども、 今日のテレビのニュースでもです、ね、アビガン開発会社が臨床試験を開始するというようにアナウンスしておりましたが、この製薬会社がやるアビガンを開発した会社ですが、治験だけなのでしょうか、その臨床試験という黄色い枠のところに、グリーンで治験があります。そのの下に医師主導型知見というのもあります総理これは 製薬会社がやる治験だけなのか、それとも医師主導型の治験もやっていただけるのでしょうか、どなたかお答えできます厚生労働副大臣お答えをいたします。 新型コロナウイルス感染症に関する治療薬やワクチンの開発に関しましては、第1弾としてワクチン開発等の研究開発を実施、また第2弾として追加的に既存薬を活用するための臨床研究等を実施しているところでございます。新型コロナウイルス感染症の治療薬については、国内ですでに患者等に登用経験のある抗ウイルス薬等の有効性等を確認するため、国立国際医療研究センターを中心に、多数の医療機関において観察研究等を速やかに開始しているところでございまして、 具体的な例といたしましては、今、委員ご指摘のアビガンを含む4つの薬について、新型コロナウイルスに有効性があるかどうかを見極めるため、観察研究等としての患者への投与をすでにスタートし、これらのうち、アビガンとレムデシビルについては、治験も実施されているところでございます。なお、アビガンについては、医師主導治験の予定は把握しておりません、企業の治験のみということで、今、承知をしております。 石井光子君今の説明だと、こんがらがってきてしまうんですけれども、このブルーのところが観察研究、黄色のところが臨床研究で、黄色のところの中にあるのが治験と書いてありますね。で医師指導 知見とで今、医師指導治験はやらないということなんですが、総理があのアビガン観察研究という言葉をよくお使いになったんですが、そのブルーのところの観察研究なんですが、この、えー、アビガンについて、すでに症状の改善に効果が出ているとの報告を受けておりますと、総理がおっしゃってましたので、えー、この観察研究ですが、そろそろ効果があったかなかったかということを国民に公表をしていただけますでしょうか橋本副大臣。<laughs> お答えをいたしますあの今あ、答弁申し上げましたように、その治験を行っているアビガンについては、治験が始まったところということでございますけれども、その観察研究に、治験等につきまして、しっかりとそのこん、えー、有効性と安全性を確認をするという作業が必要であります。ここれれにについいてでできるだけ急ぐようにということとそれあの いろいろと工夫をしているところでございますけれども、えーまあ、やはりその結果がきちんとまとまって、公表するという形にしたいということでございます石井光子君。そうなんです、えー、企業の治験がスタートしますとですね、承認されるまで半年から1年かかります。これはあの国民の皆様それまで待つわけにはいきません。なので、えー、政府もあのショートカットをしてくださってます。3月19日にですね 厚生労働省製薬生活衛生局薬品審査管理課というところが、事務連絡を出しまして、厚生労働省に届け出をして30日チェックすることになって、そのチェックが終わるまで治験を開始することができないというルールがあるが、これを短縮していいということになりました。早く保険の効く薬を患者の皆様に提供しなければなりません。ということは、治験開始から保険救済、保険適用になるまで、 先ほどもお質問がありましたが、どれだけの時間がかかると予測しているか、そして先ほど申し上げましたような連絡事項ということで、治験のプロセスを短縮してくださるということ、他にお考えでしょうか橋本副大臣。 お答えをいたします。あの一般的にその知見というのはつ、あの1年以上かかるというものだということは、あの委員ご指摘のとおりでございます。そして、えー 今、お話をいただきましたような通知等をお示しをし、私たちとしても、できるだけそのプロセスを短縮し、できるだけ早くお届けをしたいということにつきまして、努力をしているところでございます。あのまあ企業、開発を行う企業と密接な意見交換を行って、開発が早期に進む方法について、いろいろ相談等を行っている、あるいはその行政側の調査手続き等について、迅速化を図る、あるいは医療機関における手続きを効率化できるよう協力をお願いすること。 などの取り組みをしておりまして、新型コロナ治療薬が一日でも早く国民の皆様にお届けできるよう、治験の後押しを行ってまいりたいと考えております石井光子君。今のはルールを説明してくださっているんですが、私もよく知ってるんですが、保険適用になるまでの通常の治験プロセスは、治験が終了した後は安全性と有効性の審査を行い、検証されて初めて承認され、そこから保険適用の手続きをするんです。これはあの ルールですから、ここに書きましたように、えー、そう曲げてはいけないんですが、この緊急のときにですね、ルールを守りながら時間を節約するという、この方法を一つ提案させていただきたいんです。治験にある程度の見通しが立ったら、並行して大規模な患者様の救済を兼ねる治験を並行してやっていく。 そして広く患者の皆さんに薬を投与するという方法があります、これ、可能だと思うんですが、いかがでしょうか、がんの領域では、主たる治験と市販されるまでの期間を埋める拡大治験という制度があります、この治験の中に入るんですが、それを積極的にこの場に対応することができると思うんですが、お考えいただけませんでしょうか、いかがでしょうか。橋本副大臣。 答えをいたしますその患者の方に広く投与するということであれば、その治験と同時にですね、すでにその観察研究という形で、えー、患者への投与というのはすでにスタートしているところでございます。まあ、そうしたことも踏まえながら、一日でも早く国民の皆様にお届けするようにということを取り組むところでございます。 石井光子君この観察研究とは別に、この黄色い中にある治験の中で、拡大治験という制度があってです、ね、これを応用することができれば、自宅で軽症の方がアビガンを飲んで、アビガンというのは軽症に効きますので、自宅待機する際も、アビガンを投与することができるような拡大 知見制度をぜひ使っていただきたいと思いますパネル外してください厚生労働大臣にお伺いしたいんですけれども今我々があの手に入れているのは感染者が何人になったというようなことばかりなんですが情報の出し方についてですね、国民の皆様も感染者の数だけではちょっと不安だという方がいらっしゃいます新型コロナに感染された方の重症例の数と 軽症から重症までのその症状のあり方の例、それから重症例について、例ですね、まとめて公表することはできないでしょうか、死亡例については年齢や基礎疾患を考慮した結果として公表すべきですけれども、このような情報の出し方をすると、少し国民の方が安心するのではないかと思うのですが、お答えください。 お答えをいたしますあの厚生労働省におきましては、患者の発生状況などの基本情報について、都道府県ごとに厚生労働省のウェブサイトに掲載をしておりまして、その中では感染者の症状例、あるいは重症患者の症状例、また死亡された患者の年代、その死亡された患者の疾患の情報についても含まれているものと承知をしております石井光子君。 大変見にくいんで、もう少し簡単に出していただけないかなと思ったんですが、次の前の第2枚目のパネルを出してください。これ、先ほど見せました維新の2枚目の感染症対策評価のパネルなんですけど、その4番のオーバーシュートの時に向けた広域医療調整組織の設置を維新は、 提言しています。現在はですね、重症者用のベッドの確保というのは先ほどからお話に出てますように都道府県がそれぞれ対策を取っているんです。例えば大阪や大阪市は、えー、症状に合わせて大阪だけでベッドコントロールというのをやっております。まあ、そろそろそれをですね広域医療調整が必要になってくる時期に来ているんですがなかなかあのベッドコントロール 司令塔のような組織を作りたいと思っても、人手が足りないということなんですで、ここに国から人材を出すことを検討していただけないでしょうか、えー、国の方でも政府が全額をもって支援してです、ね、ICU や重症者用のベッドを確保する、まあ、国指導型の総合ベッドコントロールセンターというのを、方法を考えて、 いただきたいと思うんですが、その必要性が出てきていると思うんですけれども、いかがでしょうか。橋本副大臣 <laughs> お答えをいたしますあの今、ご指摘がございました、その患者受け入れの調整の機能につきましては、各都道府県に対しまして、3月6日の事務連絡において、ピーク時の重症,例重症者数等を計算し、医療需要の目安として活用するとともに、重症患者を受け入れる医療機関と病床の設定の検討などを依頼したほか、3月26日の事務連絡において、県内の患者 受け入れまあ、これは都道府県内のえ患者受け入れを調整する機能を有する都道府県調整本部を早急に設置するとともに、患者の状態を考慮した上でえで、搬送の是非搬送先の選定を行う患者搬送コーディネーターを複数名選定し、当該本部に配置するよう医療あ依頼したところでございます。また、その3月26日の同事務連絡では、都道府県域を超えての患者の受け入れを調整する場合を想定して、 各都道府県調整本部に広域調整担当者を配置し、当該担当者が中心となって、臨県の都道府県と事前に広域搬送の調整準備を行っておくことを依頼しているほか、都道府県域を超えた広域調整を行うにあたっては、厚生労働省としても各都道府県調整本部への 厚生労働省職員の派遣も含めて、必要に応じた支援を行う予定である旨、お示しをしているところでございます。結局、そのベッドコントロールというのも、それぞれの地域の病院の状況などということをきちんと知ってやる必要がございますので、やはりまず一義的には都道府県さんの方で、そこのところを見ていただくということが大事であろうと思っております。 でスムーズにそうした事態に対応できるようにしていこう、こういうことでございます。石井光子君ありがとうございます、えー、ぜひあの今後ですね。海外型のオーバーシュートが起こるかもしれないということに備えるためにはですね。国主導型のそのセンターを司令塔のようなものを作っていただきたいと思います。現在は治療薬がない状態で、個人の免疫力で治すしか、えー、ありません。 人工呼吸器で生命を維持して、ウイルスを退治することで、それでもかなりの人が現場では回復してきています、ギリギリ頑張っております。人工呼吸器やエクモの確保が必要だと、先ほど申し上げましたけれども、そのベッドのこともございますが、ここにあの東京のデータがありまして、3月30日現在なんですが、陽性者が443人、入院者が394人です。 今後どうなっていくかというのは、まだ未定ではございますけれども、入院先の病床が足りているのか、重症者のその呼吸器が足りているのかと、入院先が確保できない問題が東京で起きないのだろうかと、首都圏の皆様、大変不安に思っておりますけれども、入院先が確保できなかったときに、どのような対策を取っているのかということ、東京での見通しはどうなのかということについてお伺いします。 橋本副大臣お答えをいたします東京都におきましては、3月30日の小池都知事の会見において、500床の受け入れ体制をすでに確保した旨の発表があったと承知をしております。 また、今後、患者が大幅に増加した事態に備え、最終的には都内全体で4000床を確保することを目標として、症状に応じた医療提供体制の構築を進めていく旨の発表もあったと承知をしておりまして、今後、必要な病床の確保が図られていくものと承知をしております。ただ、その上で、医療提供体制の課題として、各地域で患者数が大幅,大幅に増えた状況において、それぞれの地域でどのようにして医療提供体制の整備を図っていくのか、これは大きな課題でございます。 でこれに対しましては、基本方針において、こうした状況において、地域の医療機関の役割分担を進める等の方針を示しているほか、3月1日の通知、あるいはその3月19日の専門家会合の状況分析提言などで、その重症者に必要な医療を提供する、まあ、そうした体制を取るために、例えば入院治療の必要のない軽症の方、無症状の陽性の方は、自宅療養を。 健康状態を把握することなどをお示しをしておりまして、またさらに3月28日の新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針におきましても、そうしたことについて、もう少し具体的にお示しをし、その患者がの方が大幅に増えた場合のということにつきましても、都道府県において、きちんと医療提供体制の整備を進めていただけるように、お示しをしているところでございます石井光子君。 ありがとうございます。最後に総理におあのお尋ねしたいんですけれども、この今日本が危ないなと現場の人も言っているのがですね、軽症の方は家にいて様子を見てくださいというこれ外国の例でこれがとても危なかったということがあります。なので必ず場所を確保してそこに軽症の方もいていただいて治療薬を飲んで。 治って帰っていただくということを、これ後は必要になってくると思うのですが、東京・首都圏の場合はです、ね、埼玉県、千葉県、神奈川県と、この施設においては、司令塔のようなものを作ってです、ね、お互いに協力してです、ね、満杯にならないように、そしてその病状に合わせて、施設を確保するように、これを国を挙げて、 しっかり助け合う協力体制を作っていってほしいわけなんですけれども、これ、総理、どのように体制ができているかということをお伺いいたします安倍内閣総理大臣。多数の人口を抱えです、ね、経済の中心である東京都、そして埼玉県、千葉県、神奈川県を含むです、ね、首都圏。 で急速な感染拡大を回避することは極めて重要だと認識をしておりますが、特措法に基づく政府対策本部を設置したことによってです、ね、すべての都道府県に対策本部が設置をされたため、まあ、今後はこれまで以上に各都道府県と連携を密にしながら、一体となって対策を進めていく考えであります。まあ、ししと密に連携しながら対応していいいきたいと思います石井光君 時間が来ましたので終わりますが、今必要なことは、始まりました治験の臨床試験ですね、これをいかに早くいろんな制度を使って完了し、患者の皆様のもとに保険適用で効く薬を渡すことだと思います。 まあ今後とも政府がこの臨床試験のスピードを上げていってくださる、あらゆる手段を使ってスピードを上げていってくださることを期待しまして、私の質問を終わります。ありがとうございました